サランセル会の三国天武道家でございます。いつもご視聴ありがとうございます。攻めててね、やったら硬い人っていないですか？馬とか神器とか同じ金ピカでもうカンストさしてるっていう人の中でも硬い人とやばい人がいると思うんですよね。で、何が違うんかなっていうのをすごい疑問に思ってるんですよ。で、こういった疑問持ってる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そしたら小世代の育成具合が違うのかなとかやって考えても、そこら辺も一緒だということになれば、もう陣形と宝しか残ってないみたいなことになってるんですよね。それでもまあ陣形とかでも丸パクリしたとしても、その言うたら硬さに差が出てくるっていうことはありますよね。もちろんその人その人でね、向いた陣形っていうのはあると思うんですけど、ここら辺はねちょっと僕は論ずることができないぐらいその陣形作るの下手くそなので、ここは一旦置いとくとして、じゃあ宝ですね。宝ってそのめちゃめちゃ硬い人、もう金ピカの中でももう特に硬くて全然なんか3枚取れんような人ですね。それはまあ僕に限らず、その地上なんかでも結構失敗する人がいるレベルの硬い人ですね。こういった人がどのような宝を装備してるのかっていうのをちょっと統計取ってみたんですよ。それを今回発表していきたいかなと思っております。で、今回の動画は割と有益な情報をお届けできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。で、現状宝って4つ装備できますよね。こんな感じでね、防衛だったらこんな感じで4つ装備できると思うんですけど、ここの、4つ何を装備してる人が多いのかっていうのを発表させていただきたいんですけど、まずこの召集雲来機ですね、これを2つつけてて、で1つこの返済築城図をつけて、で1つこの炸裂破壊矢をつけてる人が多いということになってます。この4つをつけてる人っていうのが圧倒的に多いです。で、まあ、数っていうのは20人ぐらい統計取らせてもらったんですよ。この方はまあ陣形は、陣技は全て専用陣技という方で、さらに馬も全部レベル65という方のみで統計を取ってみたんですけど、もう20人ぐらい取った段階で、あ、これ傾向はっきり出てるわということで、勘定するのやめたんですよっていうぐらいはっきりとこう特徴が出てました。で、今回はその特徴というのを紹介していきたいと思うんですけど、まずこの召集雲来機を複数つける理由というところなんですけど、やはり五雷の耐久値が 33% から 300% アップということで、特殊属性の中でも結構特殊な部類ですよね。300アップ言うたらかなり耐久値上がるということなんですけども、しかも五雷ってかなり鬱陶しいですよね。なんでこの五雷をとにかく強化するためにこの召集雲来機をつけてるということなんですけど、で、なぜじゃあ2つつけてるのかっていうと、もう1つは煉獄刀ですね。煉獄刀も鬱陶しいと思うんですけども、この例えば煉獄刀って耐久値が相当高いんですよね。例えばさ、まあ僕の陣形の中やったら、はい、こんな感じで、耐久値が6000ということになってますよね。で、プラスアルファで6482ということで、12500ぐらいの耐久値ということになってるわけなんですね。で、さらに他にの施設と比べるとですね、はい、まあ五雷とかでも11000になってますよね。で、金古代になると13000ということで、煉獄より高いんですよね。で、憑依台に関しても耐久値12000ということになってます。ただ注目してほしいのは、この憑依台と金庫台って1機しか置けないんですよね。に比べて煉獄刀っていうのは2つ置けると、五雷に関しては4つ置けるということなんで、1つの宝でまあ例えば煉獄刀の耐久値アップとかいうことで、まあ3000ぐらい1つにつき耐久値が上がったとしたら、それが ×2 なんですよね。かたや金庫台とか憑依台とかやったら ×1 になってしまうというところがあるんで、この召集雲来機がかなり人気があるんだろうなというふうに予想しております。で、さらに図鑑でここ耐久値アップ、まあ、32% アップっていうことだったら、奉仕刀でも 32% 耐久値アップがマックスなんですよね。
なんでこの耐久値同じ 32% アップだったとしても、もともとの耐久値が高い施設の方が恩恵はたくさん受けられるということになるわけですね。ただまあこの耐久値の回復なんかですね、ここなんかは割合ではないんですけど、こう見てもらいたいんですけど、奉仕との場合は15秒ごとに250耐久値を回復がマックスなんですけど、煉獄島の場合は1250ということで、なんと数字5倍になってるということなんですね。なんで耐久値が高い施設っていうのはそれだけ優遇されてる上に、この割合での耐久値アップ値っていうのもねかなり高いと。これはもうその攻撃力とかに関してもそうなんですよ。なんでここをねとにかく突き詰めて育成していくというのがこう固くなるコツなのかなっていうふうに感じましたね。でちなみに特に優遇されてた属性っていうのがこちらになります。はい、奉仕島の速度アップ、まあこれは特殊属性なんでね、攻撃速度が上がるというの、これはみんなつけてましたね。あとその5雷の耐久値ですね、この2つの特殊属性っていうのは、皆さん必ずって言うていいほどつけてました。で他にはですね、5雷の射程距離ですね、5雷の射程が伸びるっていうのはこれだいぶ鬱陶しいと思うんですよ。これ攻めてて一番なんか厄介だなって、え、5雷そんなところから届くのっていうぐらいね、射程が伸びてますよね。これはもう5雷の耐久値と同じぐらい重視されてたんじゃないかなと思いますね。あと5雷の攻撃力ですね。もう最近なんか中心に5雷を4つ固めてる陣形が流行ってると思うんですけど、あんなにターゲット取られたら奥義武将とかやったらもうたちまち死んでしまうっていうぐらい攻撃力高いんですよね。そこを生かすために属性で攻撃速度、攻撃力アップというのをつけてるという感じですね。あとはね、煉獄の射程距離ですね。これはまあ煉獄っていうのはターゲットを長く取ってれば取ってるほどこう相手をに与えるダメージっていうのが倍々で増えていくっていうようなね、施設になってるので、射程が長い方が有利と。まああとはまあ煉獄の攻撃力とかですかね。なんですけども、あと煉獄の耐久値なんかもすごい優遇されてたなという気はするんですけども、すごい特徴が現れてたのが自爆属性がめちゃめちゃ少ないということなんですね。この煉獄島が壊れた時に周りの5名の敵軍にとかいうやつですね、こういった属性をつけてる人っていうのはもうほとんどいなかったですね。かなり少なくなってると思います。これは先行で鈍行兵とかでじわじわこう削りながら3枚取るっていうような戦法が廃れてきてるっていうのがあると思うんですよね。昔だったらタイムとか関係なしに3枚取れたらいいという環境でしたよね。国戦がなかったんでね。なんでこの言うたら自爆属性っていうのは先行に対してかなり有効な属性ということになってたんですけど、それが減ってると今大体まあハイブリッドか地上っていうことになってきたら、もうこの言うたら自爆属性いらんかなということで外してる人が結構いましたね。一個もついてないっていう人もかなりいました。でこの召集雲乱機2つ装備させてても、この奉仕島の攻撃速度アップ、この特殊属性以外は奉仕島の属性つけてる人っていうのはほとんどいなかったですね。なんでもう基本的には今見ていただいてるようなところですねの属性をつけてると、かなり防衛施設が硬くなるんじゃないかなと。でさらに防衛施設の脅威っていうのが出てくるんじゃないかなと思いますので、こちらの方をぜひ参考にしながら宝の再鋳造を進めていただけたらなというふうに思います。そしたら次は炸裂破壊矢見ていきましょう。こちらなんですけども、この中で特に重視されてた属性っていうのがこちらになりますね。はい、この3つが圧倒的につけられてました。で、この射撃塔の移動速度ダウン、を射撃塔が移動速度をダウンさせるという特殊属性、これに関しては必ずつけてましたね。かたやこの流星度が撃破されっていう属性をつけてる人はただの一人もいませんでした。この辺でも特殊属性ですらつけられないっていう点でね、自爆属性っていうのが最近は軽視されてるんじゃないかなっていう傾向が見えるような気がしますね。であとは諸葛震度の耐久値ですね。これも先ほど説明したのと同じで、諸葛震度って耐久値が高いんですよね。こんな感じで1万2000ということになってますね。まあ基礎は7600ということになってるんですけど、こ
これ煉獄刀より耐久値高いんですよね。これ驚きですよね。僕ちょっと知らんかったというか盲点だったんですけど、初夏神道の方が耐久値高いということになってるんで、このしかも耐久値が高い初夏神道が陣形の中に4つ設置できるということなんで、その耐久値アップの恩恵っていうのはかなり受けられますよね。なんでこの、炸裂発光矢をつけてる人っていうのはこの初夏神道の耐久値をかなり重視してるというところでした。あと初夏神道の攻撃力ですね、これもかなり重視してる人がいましたね。なんでまあここら辺っていうのはもうやってる人やったら誰でもわかると思うんですけど、初夏神道って結構攻撃力高いところはあるんですよね。しかも攻撃回数何回無効みたいなね、例えばまあ文王のスキルみたいな感じなのもこの初夏神道にターゲット取られるとたちまちねその無効効果っていうのが消されてしまうのでっていうところもあるんかな。まあ文王は最近攻めで使ってる人が減ってきてるっていうところはあるんですけども、それ抜きにしても攻撃力高いということでここを活かしたいということですね。なんでこの3つの属性をつけて育成するというのが、この炸裂発光矢はいいんじゃないかなと思いますけどね。そしたら次最後返済築城図見ていきましょうか。こちらは、基地札宝ということでかなり高級な宝になってるんですけども、この中でもですね、まあ圧倒的に人気があったのが全建築系の建物の耐久値上限を 33% から 50% アップ、ここですね。これは全員って言うていいほどつけてたんじゃないですかね。で、城壁の耐久値とかあと全軍団系の建物の耐久値っていうのはつけてる人いなかったですね。もうこれは建築系で一択だと思います。じゃあ軍隊系と建築系って何が違うのかということなんですけど、ここですね、ここの建築系って言ったらこれになるんですよ。これらの施設ですね、これはおそらく金庫とかあと宝珠倉庫兵糧庫みたいな耐久値が高い施設ですね。あれあった、こんな感じで、耐久値5000とかあるんですよね。でさらにさらに宝珠倉庫になったら、僕の陣形宝珠倉庫どこにあったっけな こういうの探すんてドツボにはまったら一個も三日なのですけどバクタ陣形だからよく分かる、特に分からないな。宝珠倉庫って宝珠倉庫ないやん。あった、こんなとこにあったか。が8720ということでかなり耐久値高いんですよね。あとこの採掘場なんかもうですね割と4320とかいう感じで耐久値は高いんですよね。かたやまあここらとかってあんまりかな、ああそれ結構ありますね。ここら辺の耐久値を上げるという属性が人気でしたね。ここの倉庫で、はい、建築系が人気があると、軍隊系は人気がないということだったんですけど、じゃあ軍隊系ってどんな施設なのというとこなんですけど、こういった施設ですね。こういった施設ってもともと耐久値低いんですよね。なんでここで 33% アップとか 4K 受けたとしても大して耐久値上がらんのですよね。なんでもうここの建築系一択なんじゃないかなということですね。でも壁はもうええかなっていう感じですよね。あんま硬くても弱くても変わらんかなっていうところはあるんで、壁叩いてる隙にとかいうことが、まあ、最近本当に減ってきてるんでね、ここら辺は外してる人がいるということで、何つけたらいいんか迷うときはこの建築系一択ということを覚えていただけとったらと思います。であと次ですね、こっからいですね、こっからい爆発時目標の体力の上限の9% から 25% 追加ダメージを与えるということなんですけど、これ結構えげつないですよね。体力1万の武将いたら2500ダメージ追加で与えるということになってるんで、これちょっと壊れっていうぐらい火力のある属性ということで、これもほとんどつけてましたね。で最後が、建築系の、どこかな、回復ですね、ここ、全建築系の建物が15秒ごとに、12から 32% の耐久値を回復と、この3つの属性が非常に人気でしたね。
なんでこう建築系をとにかく固くして、でさらにこっからですね、でダメージを与える数字を増やすと、まあ言うたら返済築城像をつけてる理由っていうのが建築系の耐久値を上げるためっていうのがほとんどっていうことになってるんですね。あと最後1個何つけてるかっていうと、やっぱり凍らせる系ですね。で数自体は凍らせる系2種類あるんですけども、どこかな、あった、市場の内が破壊された時近くにいる敵5名を1から3秒凍らせる、演武場兵が破壊された時近くにいる敵 5名を1秒から3秒凍らせると。これ選ばれてる数っていうのは両方一緒だったんですけど、個人的には演武場兵かなと思いますけどね。演武場って外にあることが多いので、外で凍らせることによってちょっと時間を稼ぐことができる。プラスアルファ兵になってくると割とちっちゃい施設になってるんで真ん中の方に置けますよね。なんでこう真ん中の近くに置いといて、ここぞというところで凍らせるっていう効果ですね。で逆に市場とかの地になってくると基本的に外に置いてることが多いと思うんですよね。なんでまあ市場の地が外にある理由っていうのは大きいからっていうところはあると思うんですけど、まああえてこう中に入れることもできんことはないんでね、まあっていうこともあってそんなに数が変わらんかったんじゃないかなと思いますけどね。で演武場の数って言うと4つですよね。でさらに兵になっても4つということで計8ですね。市場のうちに関しても計8ということで、その対象となる施設の数っていうのもあんま変わらないというか全く一緒っていうところがあるので、この凍らせるっていう属性もつけて計4つですね。建築耐久値、建築回復、あと国家内の割合ダメージ増加と、あとまあ凍らせる系、この4つの属性をつけとけば、まあ、まず間違いないんじゃないかなということですね。なんでこの言うたら4つの宝ですね、昇春雷鬼 ×2 炸裂八甲屋と返済築城図、この4つをつけてる人が圧倒的に多かったということになっております。でこうやって図鑑見てみると、防衛施設系って言ったらあとはこの天外縁印ですねしかないんですよね。ってなったらこの天外縁印をつける理由ってあんまりないですよね。だったらこの昇春雷鬼を重ねてつける方がいいということになっております。あとこの伝国玉璽ですね、こういった、まあ、宝もあるんですけども、吉札宝ということでなかなか手に入れにくいというところもある上に、その金庫台とか憑依台とか銅鑄台とかこうあんまり施設の数がない施設ですね。これ全部足したって4つしかないですからね、銅鑄金庫憑依ってね、を強化する系の宝になってるのでどうもいまいちなのかなと。同じこう吉札宝として並べるんであれば、この攻撃力アップとか耐久値アップの割合っていうのをもうちょっと上げてくれんことにはこの返済築城図にはかなわないと。それどころかこの昇春雷鬼にもかなわないっていうところになってると思うんで、人気がない宝なのかなということですね。なんであえて取る必要はないと思うんですけど、なんか玉璽ってね三国志の中ではロマンあるアイテムなんで、どうしてもちょっと取りたくなりますけどね。高いんで、まあ今のところは避け取ってもいいんじゃないかなという気がいたします。はい、いかがだったでしょうか。今までねこう硬さを追求していく上で、こう宝の属性ってどれがいいんかなっていうところで迷ってた方っていうのはですね、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、で鋳造また頑張っていただけたらなと思います。でちなみに黄色と橙のみを数えさせていただいたんですけど、その硬い人って言ったらオール黄色になってるか、黄色3つ、あと橙1つみたいなね、とりあえず黄色は3つはあるよみたいな方ばっかりでしたね。やっぱりこの宝の重要さっていうのをね分かってるんだろうなというふうに思います。で割合に関しても 30% アップとかね、ボカンと上がるんですよね。なかなかここまで大きく数字が変わるって言ったら宝しかないのかなという気がします。僕自身ですね、サブでやってて武将の場合ですけどね、宝が全然ないんですよ。でこの攻撃力とか耐久値っていうのはやっぱり低いですね。
こんな弱いのっていうぐらい弱いです。なんで宝っていうのは本当にね重要になってくるんで、しっかり属性練り上げてですね、こう軍団の中で都市防衛役であるだとか占領役にまあちょっと任命されてる方っていうのはですね、軍団に貢献していただけたらなというふうに思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。